皆さんおはようございます。2018年12月2日主の第一礼拝を始めさせていただきます。総額のうちに心静めて主を待ち望みたいと思います。65番と賛美していきたいと思います。許される方はお立ちください。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、
私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美します。今日も兄弟姉妹を集めてくださり、また幼子も集めてくださり、ここにあなたを礼拝し賛美を捧げることを感謝いたします。2018年も最後の月となりました。この1年間いろいろな問題がとの戦いがありましたが、あなたが共にいてくださり、励まし助け主となってくださったことを感謝いたします。私が道であり真理であり命なのですとあなたがおっしゃっておりますので、あなたに全てを委ねて感謝を持って歩むことができますように導いてください。あなたは私たちの罪の贖いとし、救い主としてこの世に誕生してくださったことを感謝いたします。そして私たちに復活の希望を与えてくださったことも感謝いたします。本当に私たちは罪深いものですけれども、神様は私たちをとても愛してくださったことを感謝いたします。今日も全世界で行われている礼拝一つ一つをどうぞあなたが行き巡り祝福してくださいますようにお願いいたします。またインターネットを通して多くの人があなたの救いを得ることができますように、リバイバルが起こりますようにどうぞ導いてください。今日もあなたに感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは歌集56番57番賛美歌98番と賛美してしたいと思います。
それでは朗読させていただきます。使徒の働き10章38節。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。後ほどこの箇所からサタン悪霊と題しまして、ベニヤミン中野牧師よりメッセージをいただきます。それではその前に特別賛美の奉仕をお願いいたします。もう12月に入ってきましたので、少しクリスマスの曲をやってみたいなと思いました。で、今日はリビングプレイズの218番久しく待ち日という12世紀13世紀くらいから賛美されている古いクリスマスソングを演奏させていただきます。
それでは2曲賛美させていただきます。歌詞の381番377番381番
まず神の国と神の義を第一に求めなさいと主は仰せられます。いつどのような状況の中にあっても、まず神の国とその義を求め、信仰を持って進んでいきなさいと主は仰せられます。神はあなた方の思い、願い、苦しみ、悲しみ、全てをご存知であり、あなた方に最善の道を備え、あなた方をさらに祝福し、全てを益に変えていくと仰せられます。さらにあなた方は目を覚まし、この時を捉えてきなさいと仰せられます。確かにあなた方にと忍耐を持って、私は時をこの世界においてもこの時を待っているが、その時が来たら私は必ず私の言葉をなすことを覚えなさいと仰せられます。今の時をあなた方は捉え、また今となすべきことをこの一歩一歩信仰を持って歩んできなさいと仰せられます。この目に見えるものによって歩みます。この信仰によって歩んでいきなさいと仰せられます。目に見えるものはしばらくであり、目に見えないものは永遠に続くと仰せられます。それやあなた方は絶えず信仰から信仰へと、また感謝から感謝へと進み、信仰の歩みを成していきなさいと仰せられます。親族にこの起こってくるいろんな事柄についても、それがこの確かにこの救いの鍵であることを覚え、あなた方はそのことも感謝し、また祈って求めていきなさいと幸せられます。この何も起こってないということも大きな問題があり、また救いの道につながらないことを覚えなさいと幸せられます。何かこのいろんなことが起こった時に、あなた方は感謝をし、その中で信仰を持って歩む時に、確かにあなた方の中に私の技が起こってくることを覚えなさいと称賛されます。ハレルヤ。それではもう一度377番戻ります。これを歌いましょう。お父様ありがとうございます。12月の大聖日を感謝します。聖霊がどうぞ今日もこの場所に臨在し、今日もどうぞあなたの生ける御言葉が語られますように、あなたの御心がなされますように、どうぞ生徒のお一人一人を信仰に満たし、力に満たし、愛に満たし、また感謝に満たして導いてください。これからの全ての行事をあなたが導いてください。感謝をします。また全国各地、国内海外の関係者のお一人一人、どうぞ神様を覚え、あなたの御前にいずることができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、今日は大聖日ということで聖餐式を最初に行います。聖餐式はイエス様の十字架の死を述べ伝える霊典儀式でございます。イエス様を信じている方はこれに預かっていただきたいと思います。はい、それではプレイマジマイルさんお願いします。
謝を捧げ、また罪を悔い改めたいと思います。ご一緒にお祈りください。ハレルヤ。これは私の体です。それではこのせんべいからいただきます。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のため流されるものです。はい、感謝をして、それでは生産式をそこまでにさせていただきます。